やコロナのおかげというか、コロナ良くないんですけど、良くないんですけど、この隣国人がいない空港、地下鉄、これはなんか気持ちいいというか新鮮ですね。とりあえず待ち合わせに行きましょう。このバスは第2ターミナルビルです。もちもーし、あ、着きましたよ。もうあ、着いてます。ターミナルの方に。あ、見て。あ。なんかちょっとイメージが、あ、ツートン？え？ツートンというかこう、ちょっとおしゃれしてますね。そうよ。はい、あ、これ。お、サンキュー。ピコピコ。それね。そっちですか。今これでした。もうちょっと早く言ってくれたら、僕が沖縄どうするんですかって言った時に行くって言ってたら多分ここにいますよ。あのさんとか、なんか行く言って11月の中頃、じゃあいつか分かんないってなんかすごい曖昧な返事してたじゃないですか。11月の中頃や言ってないです。返事に書いてなかった。違うって書いてあったって。書いてないですって。俺はもう中頃から行くって言うとったやん。いや中頃やけど、じゃあそろそろ決めなあかんけどどうしますって言ったら、いや、わからんな。伊田さんと今飲んでんねんって。何やねん、それと。じゃあ飲んでるから決められへん。いや。もう、あ、多分あかんやなと思って。いつ見ても楽しいですね。なんか、ワクワクしません？ちょっとおさんやめてくださいよ。もう雲呼ばないでください。これ5月やったらまだ明るいで、明るいですよな。まだ今頃泳げんで、全然、5月全然日高かったでしょ。 あの時なあれ7ぐらいの泳げたから、はい、分かった。今来てしまうてんから、しゃあないですよ。僕がちょっと反対してた理由分かりました。これより九州にした方がいいとか。九州は来ない。九州絶対面白ないんで。行くとこあれ。ありますよ。来た実感が全然わからないですね。今こうパッと見たらなんかこう。そう、来なくない。山とかなんか。ほんまに、本州の田舎をバスで走ってるような。僕らの宿には、ユンタクはないですからね。ここから歩き。歩くと近いの。5キロぐらい歩きますって感じ。どうも。携帯のマップだけが頼りなんで、10分ぐらいですね。歩いて。はい。10分歩くの。はい。この暗いところ10分歩いて。この街灯もあれへん。俺こんな多分だろ。お嬢と一緒や。まあちょっと街並み見ながらでもいいじゃないですか。ねえ。これなんね。なんかのレストランですかね。これ変だ。変だな。餃子。もう餃子でもいいだろ、俺は。ああ。なんかこう。ね。田舎の方に来られたみたいな。どうですか。美味しそうですか。これ大丈夫です。ちょっと待ってね。コインランドリー。
中華もなんか食べたくて食べたくてあれなんやとかコインランドリー何でも食い物屋に見えるっていう。どうも。どうぞ。ワンルームマンションですよ。悪くないでしょ。だってここね、連泊したらずっと基地としていいでしょ、こんな。な、広いし。おお、まあ、別にシンクもあるし、冷蔵庫もあるやん。いや、結構いいっすよね。な、全然広いじゃないですか。ベッド高。これ2000円いくらですよ。エアコンはあるわ。エアコンもあるし。よかったよかった。いいなあ、ここ連泊したら料理もできますよね。またこれ結構あるな、こんな。まあでも GoTo 使って2000円くらいから、通常4000円くらいですよ。すごいな、これ。冷蔵庫、レンジ、シンク、IH コンロ。あ、バス、あ、トイレ。トイレも綺麗。あ、シンク、あ、綺麗ですよ、結構。自動販売機どんななかったんだ。まあいい。ああ、綺麗綺麗綺麗。綺麗ですわ。こっちじゃないの？あ、これ。あ、物置ある。すごい。物置もあるよ。これちょっと長期滞在するのにすごくよくいいですよね、これ。なるほどな。はいはいはい。ここを歩いてきたのね。ずーっと。焼肉屋多いっすね、やたら。うさぎ屋やんなんで。ああ、飯や飯や。あ、牛もあるじゃないですか、一応。石垣牛の炙り寿司とか。どうでしょう、結構いる。じゃあ、とりあえず乾杯しましょうか。お乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。もう食べてしまったけど、これ牛タンの。牛タンでした、ね、石垣牛の牛タンの島揚げだしどうゴーヤーチャンプル、ね、本場ゴーヤーチャンプルですね。でこれはなんかミミのこれ初めて食いますね。ちょっと不気味やけど、まあ、行ってみましょうか。せっかく沖縄なんで。前のところでうまいやろ。あの、ね、沖縄のあそこより。右側どうですか、うまいですか。うまい、うまいですか。なんかそれ、そう言って僕の元に持ってくること自体がそんなことないって取りますよ。そんなことないって、うまいってめっちゃうまいめっちゃうこのおっさんだけはめっちゃうまいめっちゃうまい。じゃあ食べてみますか。耳が普通かな。え、なんかちょっと薬味とかかけてみません。味が薄くないですか。あとはこちらのゴーヤーチャンプル、本場のところ試してみましょう。なるほど、美味しいな。薄味近海マグロの刺身です。だいぶ新鮮そうですね。ゴーヤチャンプルのゴーヤ抜き。あ、新鮮。これ美味しいわ。新鮮。マグロ。マグロ。甘いわ、うまいわ。美味しいでしょ。はい、まずいい。じゃあ僕が全部、僕が全部いただく。じゃあ、幻の泡波、泡波飲みましょうか。あ、これハゼルマの酒。今気づいた。あ、今飲みましたよ。あれやったらハゼルマで買いましょうか。ね、美味しかったら。これむちゃくちゃきつない。いや。30%ぐらいじゃないですか。30%飲みやすい。
何自分はクルーザーに、クルーザーの上から僕らみたいな営業員に指示出して偉そうにブランデーをクルーザーの上で飲んでて営業員をコキ使って働かして練習お前は無理やくまんぐいなんな、なんて裏んかい俺が遊ばれに言えへんけやっぱりこのさんはどこまで行ってもお前生2つだね、はい、これまあ言うてこんなの飲み出したら朝まで飲んでたいやそれはない絶対果てるまいまあこれで750円ですけど 石垣島地ビールですわで、はい、でそれがだからそいつはこれあげたんじゃない僕がちょっと今から歯とか磨くからちょっとしあの明日のフェリー調べてって言ってなんで僕にそんなギャー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 任せるとか言ってサボるんですかちょっと調べておいてください僕歯磨く間に大丈夫大丈夫えもう磨くはどっちや何がないよお前かは早くおーで、筆乗れの予約したのしてませんよ今日の女の子に来て、働きますこの時期行けるから幸せですよでほんまにそうなのかそれは波の様子ですわなんかよう考えたら僕全部組んでますよねそう僕が全部ホテルの予約もフェリーの予約も なんか知らんけどやってますけどどういうことですかこれあのなんかもう寝てますけど明日波照間島のフェリーの打ち合わせいいんですか、ね、もう寝る気満々やし明日波照間島朝一ですよおいそれが6時半起きてるエブネぐらいですね歩いて、はい、10分歩くの、はい、この暗いところ10分歩いてタイミングはどうですかうまいですかうまいうまいですかでなんかそれそう言って僕の元に持ってくること自体がそんなことないって取りますよそんなことないってうまいってめっちゃうまいめっちゃうまいこのおっさんだけは僕がちょっと今から歯とか磨くからちょっとしあの明日のフェリー調べてって言ってなんで僕にそんなギャー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 任せるとか言ってサボるんですか